トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。9月17日木曜日の朝です。ハトさん、おはようございます。おはようございます。今日の棚の上の1羽は飛び上がっちゃいました。今日の糞の状態です。手前からずっと奥の方へカメラを動かしてます。糞の状態は良好ですね。社外を開始しました。あとは出社後揃って上空へ登り始めてます。今出た後の鳩の飛翔です。今日の天候は曇りですね。風は東寄りの風、1メーターから2メーター吹いてます。気温は 23.3 度、湿度は 89%。 未明に雨が降りまして、あちこちまだその跡が残ってます。はい、厩舎の周り鳩順調に、旋回してます。だいぶ遠くへ行きましたね。今日の飛翔はどうですかね。これから、遠征に行きますか、他厩舎と会いますか、猛禽は出てきますか。いろいろな可能性があります。今日の飛びはどうなりますか。気になるのはね、トリコモナースの薬をあげてから今日で3日目、まるまる2日経ちました。その影響が出るのか出ないのかっていうところも気になるところです。今のところ飛び方については、文句の言いようがない飛び方、羽ばたきをしてます。では私はこれで、掃除しながら鳥の様子を見たいと思います。ただいま5時55分になります。他厩舎の鳥と少し前に合流しまして、今一緒に飛び回ってます。100羽ぐらいのこれ集団ですかね。100超えてますかね。110か20ぐらいいるのかな。完全にこう一緒になって飛び回ってます。これだけの羽数が飛んでるとなかなか見応えがあります。うちの少ない40羽ちょぼちょぼの羽数とは大違いです。なかなかいいですね。これだけの集団で、大きな集団で飛ぶってことはね、お互い刺激し合っていつまで飛んでくれますか。今日の集団はこの間まで合流していた N 厩舎の鳩ではないみたいですね。多分これは近所のS 厩舎じゃないかななんて思ってます。今日はとてもいい刺激、他厩舎の鳥のいい刺激を受けながら順調な飛翔をしてます。これ当分降りないですね。こんだけね、高く上がってるし、こんだけの集団が混じってますんで、また降りてきそうになりましたら録画を再開したいと思います。ただいま7時5分になるところです。鳩がだいぶ低空に来て降りそうな雰囲気なんで、録画を再開しています。今日の飛翔時間、今日6時40分社外開始で1時間、降りてきましたね、1時間25分、85分の飛翔でした。今日もよく飛んでくれました。
1時間25分は優秀ですね。うちの鳥にとっては最高の状態で、ってか最高の飛翔になったと思います。特に今日良かったのは他の厩舎の鳥ですね。これと合流してうちの倍ぐらいの集団の厩舎と合流して一緒に飛び回したと。それも私の厩舎の上をね、ずいぶん長く飛んでましたんで、そういう意味ではその厩舎の鳥方が優秀なんでしょうね。ずっとこう来てるってことはね。でも私の鳥としてはこれはこれで非常によく飛んでくれました。薬の影響もあるんですかね。そんなことはないと思いますけども、微妙な状況の社外になってます。これでしばらく屋根の上で遊ばせて、7時20分ごろに呼び込んで今日の社外は終わりたいと思います。しばし休憩時間です。ただいまの時間は7時20分になりました。屋根の上で遊ばせた鳥、だいぶ呼吸も落ち着いてきましたんで呼び込んで今日の社外は終了したいと思います。今日のやっぱり良かったのは飛翔時間の長さですね。1時間25分飛んでくれました。うちの鳥にとっては本当に上出来の飛翔時間です。他厩舎の鳥、来ていただいて本当にありがとうございましたというお礼を言わなくてはいけない社外になりました。訓練ですね。天候不順でずっとこう伸び伸びになってました訓練なんですけども、今日持ち寄り明日放給ということで、明日は空気の40キロ訓練を行います。その期間状況をですね、ブログに上げたいと思ってまして、明日のブログのアップデートは少し遅くなるかもしれません。期間状況どうなるか楽しみにしていただければ嬉しいなと思います。あまりひどい期間状況で、笑って、楽しめるんじゃないかななんて私は不安になりながら、初めての合同訓練、仲間内の強化訓練に参加したいと思います。はい、今日はこの辺で、本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました。また次回もどうぞよろしくお願いします。失礼します。